間連続でこの港祭に出演させていただいて、今日が最終日なので残り1曲あるんですけど精一杯楽しみたいと思います。まみちゃんこと橋本まみです、よろしくお願いします。まみちゃん、ただいま。次みおちゃん。はい、みなさんこんにちは。こんにちは。ございます。3日間の参加に、このイベントに参加させていただいてもらってるんですが、そちらにある太っちょ焼きそばっていう焼きそばが売ってるんですよ、400円で。その焼きそばがもやしと肉しか入ってなくて、自分大好きなんで、すごい野菜が入ってなくて嬉しくて、もう2回食べました。みんな食べてみてください、お願いします。はい、みおっちょこと大木みおです、よろしくお願いします。みおちゃん、ありがとうございます。次あもちゃん。はい、横浜に来て、中華街は1回しか行ったことないんですけど、この3日間で行けなかったので、また横浜に遊びに来た時に中華街に行きたいと思います。あもこと中村ゆうです、よろしくお願いします。あもはい、次まゆゆん。はい、昨日のパレードを歩かせていただいたんですけども、さっきチラシ配ってる時に、あ、昨日パレード歩いてたよねって言ってくれて、すごい嬉しかったです。はい、アソミントガールズのお姉さん、まゆゆこと香山まゆです、よろしくお願いします。まゆゆ。はい、次アリシャ。はい、皆さん3日目ですけど盛り上がってますか？イエーイ、ありがとうございます。私も3日目で緊張感マックスでですので、皆さん盛り上がってくれたら嬉しいです。アリシャこと大塚アリシャです、よろしくお願いします。アリシャ、私たちは普段東京の秋葉原で活動している5人組のアイドルユニットです。毎週月曜日に秋葉原のラオックスアソビットシティで地下1階で、観覧無料のチェックを行っているので、皆さんぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてアソビットガールズはツイッターとブログの方もやっておりますので、皆さんよかったらチェックしてください、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは